おはようございます。東海道53次の旅最終日です。今日のゴールは京都の三条大橋です。今曇ってるんですけど、あの天気予報では京都の三条大橋は昼から晴れる予報なので、昨日みたいな景色が見れたらめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最終日集中して楽しみながら行きたいと思います。最終日の行程です。ホテルを出発し、石部宿、草津宿、大津宿、そしてゴールの三条大橋の計40キロです。雨が少し降り出してきました。はい、今からこの左側を行きます。左側が上道で、このまままっすぐ行って、この右に川があるんですけど、川沿いを歩くのが下道です。アップ中です。試合前にアップをします。朝の鳥のさえずりを聞きながら歩くのはものすごく気持ちいいです。東海道始まって1日目2日目3日目は全く夜寝れなくて、夜何回も起きてたんですけど、4日目ぐらいからもう布団入ったらもう自然とまぶたが閉じて、で3秒後ぐらいに開けたらもう朝の6時15分とかっていうのがもう4日目からずっと続いてます。江戸日本橋より117里目の一里塚に来ました。出発して2時間ちょっとが経ったので、一回この手のベンチで休憩します。手のベンチが意外と座りやすいです。でもここめちゃくちゃ蚊が多いんで、水飲んだらすぐ出発します。草津宿に到着しました。歩き始めて3時間半が経ちました。これから昼ご飯を食べに行きます。今この本陣セットが目に入ったので、ここでお昼を食べたいと思います。最高の昼ご飯でした。お店を出るときに、おきにお気をつけてって言われて、なんか京都に近づいてるなっていう感じがしました。あと京都までは20数キロです。ゆっくり景色を楽しみながら行きたいと思います。
あっち側に琵琶湖があるんですけど、まだ見れないです。今ここです。もう左が京都。今夕方の2時です。あっち側に新幹線が通ってます。渚公園に着きました。ここから動けなさそうです。めちゃくちゃ気持ちいい。最高。今日日曜日なんでいい日曜日です。もう釣りしてたりカヌーしてたりする人がいます。大津宿の起点に到着しました。今の時間は4時半です。タイヤが出てきました。やっぱ登りは楽しいけど下りがきついから。ゴールが近づいてまいりました。そろそろ皆さんの頭の中にサライを流しておいてください。三条橋があります。到着しました。地点はカップルがたくさんいました。はい、ということで無事に着きました。いやー楽しかったですね。もう本当に本当に楽しかったです。ここまで道間違えた時に教えてくださった方がいたり、ご飯を奢ってくださった方がいたり、雨くれた方だったり、タオルくれた方だったりの、本当にありがとうございました。コロナ禍なので人と喋らずに自分からは喋りかけないようにして、でも喋りかけてもらった時は本当に気持ちがだいぶ楽になりました。本当にありがとうございました。この東海道の動画を見てくださった方、本当にありがとうございます。まだ編集は1日分も終わってないんで、これから帰ったら16日分の 編集をしていきます。今からお風呂入ってビール飲んで夜行バスで帰ります。ありがとうございました。